ラカーユ9352は太陽系から南のヨ座ザの方向に約10.7光年離れた位置にある赤色愛星である。グリーゼ887や HD217987 とも呼ばれる。この構成は変更性の可能性があり、ニコラルイドラカーユによって作成された構成図に記載されている構成の一つである。 基地の構成の中でも特に固有運動が大きく、この構成の固有運動の記録は1881年にアメリカの天文学者ベンジャミン・グールドによって初めて発表された。質量と半径は共に太陽のおよそ半分である。見かけの明るさは7等級であり、肉眼では観測できない。ラカーユ9352に一番近い構成は水亀材イジー整で、 4.1光年離れている。ラカーユ9352はカプタイン星などとともに赤色矮星としては初めて核直径が測定された構成の一つとして知られている。2000年に発表されたハップル宇宙望遠鏡を使用して行った研究ではラカーユ9352の周辺で褐色矮星や木星型惑星は発見されなかった。 恒星から 0.22au 離れた位置に地球型惑星があれば液体の水が存在するのに十分の熱を得られると考えられている。2020年6月にドップラー分光法による観測でラカーユ9352の周囲を公転するスーパーアースサイズの惑星が2つ発見された。公転周期は それぞれ9.3日と21.8日で好転で、また50日周期で好転する、もう一つのスーパーアースの存在が示唆されている。なお、まだ未確認の3番目の惑星は、ハビタブルゾーン内に存在している、可能性がある。ラカーユ9352は、他の多くの赤色矮星とは異なり、構成活動が穏やかであるため、ラカーユ9352の惑星は、 地球よりも多くの光を主星から受けているにもかかわらず放出された恒星風による宇宙空間への惑星の大気の散逸が起きていない可能性がある。ありがとうございます。